どうも山崎亮ですジム行ってきた帰りですね。なので、髪の毛がぺたーんとしています。ひ <laughs> げ面ですが。あのー、まあ、ジムのサウナ、サンセットやって帰ってきたんですけどね。あの、コミュニティデザインの話じゃなくてすいませんね。ジム、あコミュニティデザインの話に遠くはつながるかな。 ジム行っててね当たり前だと思ってたんだけどなんかあれって思ったことがあったんですよ。うん、とまあ何度かしゃべりましたけど最近ジム行くようになりました、えっと、3ヶ月目ぐらいです今3ヶ月目ぐらいであのやっぱり筋肉をつけていくっていうのはなんか気持ちのいいものだなっていうふうに実感をしていて3ヶ月経ってやめたいとは今全然思ってない。 というようよな感じなので個人的にはなんか今はいい感じなんですよいい感じででジムどんなジム行ってんのっていうのでもう前に喋りましたけれども僕はあのサウナと風呂水風呂これないと多分絶対行かないんでこれが一番大きな魅力ですんでそれがあるジムでないといけないということですねそれから泳ぐってことはあんまりやらないんですけどたまにね泳ぎたいなって思うことがあるんです疲れるけどだからそのためにはプールあってほしいんですね とはいえどうでしょう僕、1週間に1回ぐらいしか泳がないですね。ちょっと着替えるのめんどくさいんですよ。あの、サウナとかお風呂っていうのは、まあ、つまり着てるものを全部脱いちゃえば入れるじゃないですかで。これもう絶対必須なので、行ったからには絶対入るんで。というか、筋トレやらなくてもお風呂だけ入りに来きますんで、まず一番の目的がここにあるわけです。サウナと風呂。で、2番目の目的が筋トレなわけです。筋トレね。 で筋トレをやった後全部着てるものを脱いで風呂に入るこれはまあ楽なんですけどあの泳ぐっていうプールって筋トレやった後水着に着替えて泳ぎ今度水着を脱いで風呂に入らなきゃいけないんで若干面倒くさいんですよそれぐらいやれよってことなんですけどね若干遠回りだから、うん、プール行くのやる泳ぐのは 1>, 1週間に1回か2週間に1回ぐらいしか、まあ、プール行かないってことですね。で、筋トレはあもちろんやらなきゃいけないんだけど、筋トレに2種類あるわけです。二種類あるわけですね。このマシンエリアって言われる筋トレをやるところと、スタジオって言われるところがあります。マシンのエリアはですね、まあ、要するに自分で勝手に黙々とやるんです。YouTube 聴きながら、音楽聴きながらとかですね。 黙々と自分なりに筋力を上げていくんでそしてスタジオレッスンっていう方はある時間になると40分間ですねあの他の参加者の方々と前にいるインストラクターの人にいろいろ言ってもらいながらですね動くわけですでみんな一緒に動くわけです。 だからもうヘトヘトになってもみんな動いてるからこっちも動かなきゃっていう強制力が働くのでこれはすっごい汗かきますしそれからもう一頑張りみたいなところまで追い込むことができるという意味では、まあ、スタジオレッスンというのも割と好きですねだからまあ人でマシンエリアで筋トレをやるのかそれとも時間になった時にスタジオに入るのかスタジオがない時はマシンをやってるというそんな感じです僕のジムは大体そんな感じで スタジオレッスンにはねいろんなものがあるんです。あのまあ、いわゆるパンプアップ系というか筋肉をガーッと使うやつもあるしストレッチ系もあるしピラティスみたいなやつもあります。それからヨガみたいなやつもありますね。えーまあ、ヨガもすっげ汗かくんですけどね。あとホットヨガもあります。普通のヨガとホットヨガ。ホットヨガは部屋をめっちゃ熱くするんでますます汗かきます。でこういういくつかの種類があるんですけどね。 こののつつをつとい,うかいくか種僕が行く、ジムに行く時間帯にね、まあ、やってるスタジオがあれば、まあ、なるべくそれを予約して、でその中に入っていって、まあ、参加すると。やるんですが、最近ね、うん、まあ、最初から、いや違うな、最近感じたのかな、最近ちょっと感じたことがあるんですよ。ヨガ まあ、特にヨガのクラスで分かったんですけど20人ぐらいかなで女性の先生がヨガを教えてくれるんです。でなんかまあまあ当たり前だったんですけどね今までずっと普通にやっててこうやってヨガでなんかやこんなんやったりとかするじゃないですかヨガでこんなんやったりとかして寝転んでなんかやったりするじゃないですか。で今日のやつで覚えてるのはねヨガの先生がこうやりながらえー、っとなんて言うんだろう,こう 皆さんこの骨と筋肉をこうバラバラにこう外していくみたいな感じでこう休めながら伸ばしてくださいみたいな,なんかそ例えば例えばですよ今日,今日だそんな表現だったんですよね骨と筋肉をこうはず離していくように伸ばしてくださいみたいな。 言い方するんですでヨガの人ってなんかいろいろ吸う呼吸で何何をしてとかですねなんかいろんなこう掛け声みたいなのがあるわけですねちょっと全部は思い出せないんですけどで今日僕がよ覚えてるのはそういう骨と筋肉を離していくように伸ばしてくださいみたいなそういう掛け声があった時にですねまあおおむねおじいちゃんたちなんですけどおおむねおじいちゃんたちがまあもうおじいちゃん20人ぐらいのヨガの中で15人ぐらいおじいちゃんなんですよ。15人ぐらいいおじいちゃんで 3人ぐらいおばあちゃんで2人ぐらいがおっさんなんですよまあおっさん,うんかなおばさんもいるかな <laughs> 同年代ぐらいの人もいてだから15人ぐらいおっさんなんですけどこのおっさんたちがですねその若いインストラクターのそのねヨガの先生に「骨と筋肉を引き離すように伸ばしてください」って言ったらねあの骨と筋肉 離れたらあるからへんやんとか言いながら伸ばしてるわけですよ。それからあの骨と筋肉を外すってそんなことできる人おるかいって言いながらまたこっちの方ではそんなこと言ってる人いるわけですよ。で言いながらこう伸ばしててでそのインストラクターの先生も「そりゃそうですよね」とか言いながらね。でももう一巡してきてねあの同じ動きが回ってきた時に。 骨と筋肉を外しながらあの離しながら伸ばしてくださいこんな言い方しかやっぱりできませんとかっていうふうに言ったらなんかおっさんたちまたおじいさんたちがまた突っ込むわけですよなんかね。ってなんかこう言ったりするでそのインストラクターの人も「そうですよね」とか言って笑ってるんですよね。まあ、でも僕はそのそのヨガの クラスに遅れてて入っていっいた人つまり3ヶ月前に入っていった人ですからねもうそのおじいちゃんたちは10年ぐらい多分ここにいるんだろうなと思う人なんですけどなもうなんかこう長老というかですねその人たちで僕はもう新参者ですからねまあ入っていって「あ,のあこんにちはこんにちは」とかって言って入っていく「あそうそうこちゃこちゃ」って言って入っていった最初の日とかはね「あれ新人さん」って言われて「<laughs> あそうなんです今日初めてなんです」ってもう,もう横になってあの準備運動してるおじいさんに。 あのあ今日初めてですよろしくお願いします」とか言いながら、まあ、自分の指定された番号に行こうと思ったら「はい新人さん1人ご案内」とか言っておじいさん言ってくれるんですよね。そんでインストラクターの人もなんか音楽かける準備とかしながら「ようこそー」みたいに言ってくれたりするんですけどだからまあ遅れて入っていってジムのヨガってあこういうスタジオってこういう感じなんだなと思いながら笑いながらね僕もヨガマット弾いてでそこにこう準備をし始めたりした。でヨガやってる間も なんかこうおじいさんたちがいろいろ喋ったりしてるとおばあさんたちはねおむね笑ってるばっかりなんですよねあとなんかちょっとそんなこと言うてみたいなこと言う人もたまにいますけどまあ大体みんな笑ってるからそんな感じです雰囲気はすごくいいんですよねというようなスタジオに三ヶ月行って慣れてたんですけどふと今日ですねひょっとしたらこれって関西のジム特有のノリかなと思って だからもうこれここまでずっとこの YouTube 聞いてくれてる方で関東の方だったら関東のジムに行ってる方だったらいやいやいやそんなことないけどと思ってたかもしれないですね僕はこれが当たり前だと思ってましたから3ヶ月前に行った時からですねもうじいちゃんたちいろいろおもろいツッコミばっかり言ってあとボケたりするんですよおじいさんがね。なんか逆側やってみたりね右んか右言ってな。 右やな「右やな右やな」とかなんか言いながら左やったりとかして「逆」とかって先生に言われて嬉しそうにしてるんですけどこういうのって関西のジム特有かもしれないなってふと思って今日だから関東の方のジム行ってる人がいたら教えてくださいいやいや関東でもやっぱりみんなそうやってねあのなんかふざけ合いながら楽しくやってますよっていうのであればちょっと安心しますね。 ちょっと安心しますけどめちゃくちゃひょっとしたら僕は関東関西ローカルのジムに行ってるのかもしれないなとふとあの不安になったんですよ。あっすでもね人数が多いあの広い部屋と狭い部屋あるんですよ。で広い部屋の方は40人ぐらい入るところででねこの40人の方はでかい音楽かけながら「えー、はい12」とかやってるんですね。 突っ込む人もいないんです。音楽の音がそもそも大きくすぎて、インストラクターはマイクで喋ってるんですよ。だからインストラクターのなんかこういろいろ言う言葉と、ね、それから音楽だけがめっちゃ聞こえてきていて、あのハハーー言っている周辺の人たちの声は全然聞こえないようになっているので、まあボケも突っ込みも全然出てこないんですけど、この二十人のヨガクラスとかは静かなんですよ。なんかヨガのインドっぽい音楽がちっちゃい音でなってるだけなので。 ね、ボケ放題ツッコミ放題みたいになっててで僕にとってそれがデフォルトだったのでジムのね初めて行ったジムが今回これですから3か月間い、まあ、わば生まれ故郷というかですねここでジムを知ったわけですからジムっていうのはこういうもんだって思ってたんですけどふとこれは違うかもこれ関西ローガルのジムかもって思って今日帰ってきたっていうことですねはいどんなもんなんでしょう皆さんのジムはね 関西の人たちはだい同じだと思いますねどこ行っても大体こういうおじさんいるでしょうお,おじいさん主みたいな人たちねだからねもう10人ぐらい主の人いるんですようちの自分はねでねそう10人ぐらいの主がいるんですけどねそのおじいさんたちねみんなお腹出てるんですよねみんなぽっこりお腹出てるんですよお風呂とかも一緒に行くからお風呂行ってあああのおじいさん <laughs> あのよね陽気なおじいさんたちゾロゾロ来るわけですね大体時間帯一緒だから。 だけどね全然痩せてないいですねじいちゃんたちだから多分負荷かけてないんだと思うんですよね全然負荷かけてないもうボケたり突っ込んだりしに来てるだけっていう感じでだからねなんかダイエットにもなってないですただただあれが健康にいいんでしょうねなんかね張り合いがあるんだと思いますね社会参加してんだと思いますジムに来て適度に体を動かしでも関節とか痛めない程度にねで負荷はあまりかけない で、そこで若いインストラクターの人たちに突っ込んだりしてる。で、お風呂っては入って、入いて帰る。毎日やってます、これを。毎日来てます、その人たち。全然痩せないんですよね。それでもいいんでしょうね、きっとね。というようなジムなんですよ。そういう、まあ、で僕が行ってる時間帯って、まあ、まあ、午後の遅い時間なんですけど、3時、4時、5時ぐらいなんですけどね、この時間帯って、やっぱりそういう人たちばっかりで。 でね、6時7時を回ってから10時ぐらいまでの夜行く時たまにあるんですけどこの時は同年代多いんですよこういう時はもうねじいちゃんたちいないんですねじいちゃんたち多分ですけどねあの5時までっていうあの会費入会してるのがあの平日5時までっていうプランがあるんですよちょっと安いんですけどその平日5時までっていうプランに入ってるんじゃないかと僕は睨んでるんですね だから5時過ぎたらぱったりあの人たちがいなくなるんですよ。でね6時7時ぐらいからあの働いてって仕事帰りだろうなと思う人たちがあの多くなってきますね。僕はあんまりその時間行かないんですがあそうだからじいちゃんたちとよくかぶるんです。だから向こうはね向こうはこの人何の仕事してる人だろうと思ってると思うんですよね。この人なんかまだ,まだ一応現役っぽいぞと50代、ね、働き盛りだと思うんだけど毎日こいつ。 3時ぐらいには現れて、なんか筋トレやっては、ね、サウナ入ってやってるけど、仕事ないんかなとかわいそうになあと思いながら、わしがこの50代ぐらいの時はもう会社ではバリバリ働いてたぞと、そんなそのジムなんて来てる暇はなかったぞ、君という感じでね、若干のこの哀れみにも似た目をして、僕も見てくれてるんだろうと思うんですよね。 他にいないんですもんこの年代の人がその時間帯はねでもこっちはこっちでねなんかめっちゃ突っ込んでるじゃんじいちゃんたちって思ったらそれとあとお腹はへこんでないじゃんとか思いながら見てるということですねで仲良くしてます仲良くということ喋んないんだけどちょっと軽く挨拶するぐらいかないうような感じでね今日はちょっとねジム行ってああ関西ローカルかもって思ったようなことがありましたんで えー、話をしてみました、まあ冒頭にねこれがちょっとコミュニティデザインに関係するかもって言ったのはほんのちょっとだけですけどやっぱコミュニティデザインみたいなことやるこのノリノリもやっぱり関西的なノリっていうのがあるのかもしれないですね僕らはあんまり気づいてないんですけどだから東北とか行ってあのワークショップやらせてもらうとちょっとテンポがついていけないとかねちょっとノリがって思われてることがあるのかもしれないなと思いましたね。 うんだからそれぞれのジムスタジオにね、えー、それぞれの地方の地域の色が出るように我々スタジオ L という事務所はやっぱり大阪関西初のコミュニティデザイン事務所ですので関西出身なんでしょうねあの東京事務所もありますけど多分あのノリがね基本的には関西から生まれたものを全国でやりましょうっていう感じになってるのでひょっとしたらとてもその関西色の強い ワークショップやっっているのかもしれないなと思った次第ですね最後の方のやつはちょっと無理やりひっつけたかなちょっと無理やりひっつけた感があるかもしれないですけどまあジムにもコミュニティデザインにもローカライズされた何かがあるというようなことなのかもしれないなと思いましたありがとうございました